アーレンベルク公爵の越平、アダム・フランス・ファンデル・ミューレン、1662年、フィリップ・フランソワ・ダ・ランベール、または、フィリップ・フランツ・フォン・アーレンベルクは、スペイン領ネーデルラントの上級貴族、軍人。初代アーレンベルク公爵、第7代アール・スコート公爵。アーレンベルク公、フィリップ・シャルルト。 その二番目の妻のラレンジョハク、イザベルド・クレーモンの間の長男として生まれ、1640年に父が死ぬと家督を継いだ。彼ははじめマドリードに住み、スペイン王室のこのエレン隊の隊に任じられた。この職務の関係で、国王フェリペ4世のカタルーニャ地方への旅行にも随行している。1644年には神聖ローマ皇帝。 フェルディナント三世の計らいにより、アーレンベルク家は神聖ローマ帝国の孔から公爵に昇格した。一族とハプスブルク家との長年の主従関係から、フィリップ・フランソワは、プロテスタント系の北部諸州の求める自主独立に強く反対し、八十年戦争や三十年戦争の最中はずっと、ハプスブルク側を支援し続けた。1646年には、 金曜も騎士団の騎士に任じられている。フィリップ・フランソワは、スペイン王家にゼーフェンベルゲンの所領を上渡した。この所領は、スペインとネーデルラント連邦共和国との和平協定の中で、オラニエナッサウケが引き渡しを求めていた地域で、フィリップ・フランソワは保証として、フォーコネイコールエイコールラメール及び120の村を与えられている。 1648年の和平成立後、フィリップ・フランソアはスペインに戻らずに、スペイン領ネーデルラントに留まり、同地に駐屯する、スペイン人不評連隊の連隊長を務め、1651年に、レオポルト・ビルヘルム大公と同職を交代した後は、ドイツ人強行騎兵連隊の連隊長となった。1651年から1658年まで、 フランス・スペイン戦争に従軍し、1654年にアラスの包囲戦に参加している。1660年にフランドルの海軍帝督となり、1663年にはエノー州の総督を呼び、軍の最高責任者の地位を与えられた。1642年にボルジア家の第8代ガンディア公、フランシスコ・ディエゴ・パスクアルで、 ボルハの娘マグダレナでボルハイドーリアと結婚したが、間に生まれた二人の娘はいずれも溶接した。男子がないため、アーレンベルク家の家督は、腹違いの弟シャルルージェーヌが継いだ。ありがとうございます。